はい、肉の山木の、この1010円のカルビ小と牛の白湯、牛白湯ですか、すげえな、これうまかったらもうハマるね。でこれはなんかラーメンに入れるやつらしいんですけども、多分うちはこっちに入れると思う。これちなみに一味ダーかけました。はい、じゃあちょっと食べてみます。ではいただきます。とりあえずこの辛いのどんくらい辛いかちょっと試してみる。あ、なるほどね。あの明太子の辛い部分と同じ味する。まあ唐辛子だからな。はい、まずじゃあこの牛いくわ。牛白湯、うまそうだよ。てかもう匂いがいいよ、匂い完璧だよ。ああ牛の風味すごいわ。ああうちこれ好きだわ。水炊きに牛肉をたくさん入れた時のスープみたいな感じ。気に入る、これは好きだよ。やばいわ、うちはハマるわ。やべ、麺うまいよ、麺うまい。あ、これ全体的にうまいよ。ちょっと辛いの入れてみる。ちょこっとだけね、ちょこっとだけか、ちょこっとだけつけて、この辛いのを、辛いところをこの麺のところをね、ちょっと食べてみる。わかった、これはいいや。辛いのはかけない方がいいや。牛の香りがなくなる。これはおしんこかな。とりあえずおしんこから食う。カルビ丼だからね。小さいカルビ丼だから、はい、はい、このカルビね。ああ、やっぱ山木うまいよね、カルビ丼ね。山木様だよね。これで1000円だったら安いんじゃない。てか小サイズでいいわ。でこの辛いやつはこっちのカルビ丼の方にかけます。絶対こっちの方がうまいわ。絶対こっちの方がうまいわ。合う合う。
この甘いカルビ丼にこの辛いラーメンに入れる用の からしね、うまいよ。はい、ごちそうさまでした。もう完全に美味しかったわ。ありがとうございます、山木様。山木様と言わせていただきます。神様、仏様、山木様でございます。ありがとうございました。うん。